相撲さんのね、有名なところでございます。もう今日はというなんか大相撲トーナメントがやってるそうでございます。もう普通だったらちょんまげ姿で街を歩くと珍しいんですけど、先ほどもちょっと歩いてましたら、やっぱお相撲さんがちょんまげして、どんな歩く向こうは本物のちょんまげでね、負けてしまったわけでございますけどね。私、女性陣はほんまに自由で言うておりますよ。自由で言ってるわけです。桂が買えないから、髪の毛を伸ばして一生懸命。
憧れの東京でございます。花のエイドの大泥棒のお話でございます。闇太郎の登場でございます。研ぎ澄まされた闇
次にスポットライトを浴びますのはクラリネットです。このスポットライトを浴びるとなぜかテカテカ光るクラリネットです。高級品だとこうはいきません。エボナイト製のですね、すいませんね、高い方のやつはちょっとアコーディオの姉さんが落として壊したんです。あのお姉さんが悪い。でもその安いくらいのってここまでになるというところですね。高級品の匂いがします。尺八の音に聞こえたらお直さん。それでは先生、首振り始めですか。
said, when you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. A child when you take and sing, gonna make you bow, gonna make you sting. Baby, when you walk away, what you honey dream can't keep away. Everybody
私は一人、ただ一人、青の背中で目を覚まし、やっほー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 。私の隣のおじさんは神田の生まれでちゃきちゃき江戸っ子、東京育ちの東京きっとロロボンタボタンシアル東京きっと生きておしゃれでガーラーカで右のポケに左のポッケがチューインガム、空を見たけりゃビルの屋根潜りたくなりゃルルルルルルル、右のポッケが夢がある、左のポッケチューインガム、空を見たけりゃビルの屋根、山を見たけりゃ敬意がまずいと叱られて、越後獅子が泣いたとさ、津軽娘も泣いたとさ、リンゴのような赤い日も胸の明かりも消える、口笛や恋の街角、路地の細道流れゆく、チュチュル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 、真っ赤に燃えた太陽だから、真夏の海は恋の季節なの、長い長い旅路の航海を終えて、船が港に止まる夜、船人の苦労をグラスの酒に、みんな忘れる幻さ、赤浜いくつも時代は過ぎて、thank you。
歌詞は至ってデタラメにつなぎ合わせておりましたけれども、もうこのね、あのアレンジはこのスーザフォンを聞いております、あの川村みずりがコメント書いておられるけど、素晴らしい頭脳プレイでございます。本当にもうね、彼は某 S ミュージックの方で、このS ミュージック、何 S ミュージック、キングトーンの聞いたビーツが聞いたことがある、ありません、あのキングトーンのコーラスの譜面を書いとった男でございます。ただメンバーが若村の書いた譜面に実力的についていけたかどうかそれは大問題です。え、次なるコーナーは頭脳プレイに反しまして、常年だけで演奏するコーナーなるべく、まあ、私たちの今から言います、この、まあ、常年でこの選択板に私の魂を吹き込むんですよ。でも頭が空っぽなほど演奏ができる。子供さんが大変喜んで、あ、もう期待してくれてありがとう。じゃあおいくつでございますか。まだ0歳しっかりとありますね。いいですね、ちっちゃい時からね、こういうええもん見といたらね。それでは、あ、ちょっとエコーの方かかってますか。ボリュームもうちょっと、ボリュームもうちょっと上げて、すいません、あ、このままですか。よろしいですか。はい、はい、それでは、このコーナーも毎年恒例でございますけれども、これ今回はうちの一番のテクニシャン小林慎之介の素晴らしいプレーと、なんかテクニシャンで、ね、なんか変な意味と言いませんか、プロ一方でテクニシャン、プロ一方で余計ややこしい、私の、はい、この洗濯板と差しですごいですよ、すごいですよ、ごめんね、穴がこれね、最初から開いとったわけじゃないんです。もうかれこれ12年この洗濯板叩いております。ふと思ったら私の娘が12歳これコン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 叩いてるうちにね、娘をまあこれで育てたようなもんだな本当ですよ。それでは、よいしょ、
それだネクストナンバー私ヤギオーケー高志細川いいでしょヤギの私をね途中からジャズに変えてもらうやないかそれ無謀な心じゃないですかやめたえやめやろうワンコーラス目はまあ、こんな曲やったなという感じで演奏いたしますけれどもズーコーラス目が、はい、ズージャの雰囲気になりますそれじゃあ対談をされたりとか、もうあれ面白かったですね。もうテレビでも結構出てるんですよ。今はまだね、僕は発想があるとしてね、私のテレビでね、僕は発想が出てると思うんですよ。それは勝つな、勝たないですよ。それは勝たない。とにかくね、テレビでも結構出てるんですけど、デニガル平時、専門でね、私もね、チームのもやらせてもらってます。これからね、この鎮堂通信社のね、社長に、面倒見てもらいます。一生懸命、教えてもらえるまで、とてもじゃない、ここでさ、こんなにいっぱいできないよね。本当に、本当に。どうもありがとうございました、社長。